いや、15人もいるけどさ、やっぱ自爆魔がいるから、あっという間に俺ね、早い、自爆魔やばいね、人が一気に減るね、給料が増やしますわ、あ、増やす、なんか、あ、確かに、あ、オッケーオッケー、フリーターを増やします、フリーターを増やす、フリーターは一生減らすべきやのに、フリーターは、あの最初フリーターで始まるんですけど、うんうん、適当に人を選ぶんですよ、うん、就職先の人を、うん、で、うん、その人の陣営になります。だからインポスターを就職先で選んだら、その人もキルはできないけど、インポスターが勝ったら勝ちの人になる。キルができない、あ、キルはできないんだ、自動力は何もなしで、その人の陣営になるって言った。マグロを選んじゃったらマグロ陣営になる。おお、マグロ陣営終わりやん、止まってもいいマグロすげえ。でもマグロ、マグロ陣営でマグロ死んだら動かんでいいマグロになると、ね、就職先が死んだらまたフリーターになるだけ。その人はあの言うて従業員やから、なるほど、会社が倒産しただけなので、ああなるほど、従業員か、死なない。それはインポスターに就職して内部告発するとかはどうなるんですか。就職先がない状態、フリーターのままゲームが終わっても死亡なので負けるので、なるほど、ね、その動きしたら負け確なんか、うん、その動きしたら負ける、ね、うん、あ、オッケーオッケー、あ、そっか、だから絶対どっちかには使わなあかん、ね、フリーターやりてえな、フリーター来い、やってみたいね、お願いします、はい、お願いします、うん、オッケー、さてまた役がねえや、俺もだ、もうずっとねえや、俺もなんもない、無職だ、フリーターにもなれなかった。結構タスク多いよね。まあ人数多いからか。うん。ごめんね。うん、いいよ。おいでおいで。ぬさでしょ！そういう意味のごめんねかよ。僕もこのタスクしたいって意味かと思っちゃった。うわー、待って、早くね、最初の。あー、怖ー。卵割った。これひでこれひで早いね、早いな、なんか普通にやられてそう、うん、寂しい、ノーマルか、ノーマルで多分、うん、開けてたんかな、もうそうなんよ、え、30秒、うんうんうん、え、あ、じゃあ最初15秒か、10秒、あ、10秒か、あ、10秒か、じゃあ最初藤君見た人いるんすか、言えよ、マオ見てない、マオ言えよ、そうそう、見た者はいないかも、見てない、誰も誰も見てないな、おめえだろうかよ、直行で見てみたら、おめえだろう、やられてるってことかな、まあ、初期スポーンが端っこだったとかそういう感じなのかな、情報ないならもう2人行動しててこの人はやってないよみたいな、星蔵さんとピラノさんは違うと思う、あ、うん、僕も言いたくないけど、うん、スパファンは大丈夫ですね。スパファン仲悪いな。キックは違う。7個トワコでボタンのところ。マグロだけに。マグロだけにね。アユニティで歳三さんとどの、うん、砂ザムさんと。浮いてんの、マオ君、フルコンマオ。あ、フルコンさんはね、最後合ってる俺。トワコと。うん、あ、課長とファン君といたよ、あのドロップシステム。コジ、うん。コジさん、あ、せや、せや、コジおった、ごめん。じゃあ、マオ君や。いいよ。カッター手前まで行って、トリトリの声聞こえてる。あ、なるほど、まあでもそれキルしてから行ったから遅れたってこと、なるほどね、お、いいよ、みんないいよ、すごい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 、お前だろ、やったやつはマジやめないって言うんだよ、それでマジやめない、終わるから、やったやつは罪を償え、おお、察しがいい、ヒラスはすごいな、嘘つくんだよ、いや、いいね、すごいな、え、みんなマジすごいよ、わあ、あ、待てよ、エルゴンさん、フリーターだから就職するのかな？お前は俺もだぜ。おおお。とか入る？いや、タスクちゃんとやってんの見るからよ。うん、なんだこいつ。おい、トリップ、お前なんか怪しいぞ。え、怪しいな。何がですか？たまになんか変なもんつけてるしよ。実況歴10年かよ。いいじゃないですか。実況歴何年ですか？フルコンさんの就職先も気になるけど、マオ君は？自爆やとしたら。マオ君どこだ？ペッペッペッポーパーン、あ、やってるどこだ？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 うわー、どっから？誰が？うわー、7個やってる、すごいラインやった今、うわー、ちゃんと一人やってる、一人か、残念、どうから刺された、ね、角こでやられたってことで、コジだけでしょ、そうね、タイミング的には、え、誰犯人、タイミング的に波動砲じゃない、誰犯人、犯人名乗り上げてくれるってないの、え、今なら間に合うから、このターン、クソ怪しんでたんで、マオ君見てましたけど、マオ君波動砲ではなかったです、うん、そうね、なるほど、ではなかった、あ、なるほど、うまー、俺も、フルニキとリッピーと一緒にいたけど、大丈夫、3人は一緒、3人は大丈夫、
よーし。よし。さあさあさあ。キ君。見たぞ。FB。あ、撃ったなおめえが。これ激アツな。激アツな集まり。激アツメンツ？ああやばいな。ここでしっかりしろ。マグロ大丈夫？おお。ナイス作動砲、一発決めただろ。さてと、フルコンさんはまだ就職してないんだ。マオ君は全然治らんけど、あ、てかタスクやんなきゃダメか、そういえば忘れてた。そっか、診療もね、タスクやんなきゃダメなもんな、そういえばな。でも見たいんだけどな。やった、やっとできた。FB 君走ってんの面白いな。サバンとこめっちゃおる。マグロに就職する？え、どこ？できないか。おお。結構自然に走ってるね、FB 君は。あれ？すげえな。嬉しいな。マオ君どこ行った？ちょっと早く自分のタスク終わらせね。見に行きたいもんだね。これか。あ、そうなる。え、めっちゃ死んでる。めっちゃ死んじゃった。あ、ナナコ、これはそうね。ユウカ。ほらほら、やっぱりマオ君ほら。えぐい。うわ、やば。あ、もう終わった終わった。こんな終わりだ。やったもんな。終わる。マグロ強いこれ。これは。ボタン押したんやけど、初手ボタン押してたから押せねえやと思って。これやな。スルーとオフィス抜けて通信室右のとこ見たら、とんでもない。あの死体だまりが死体だまりが溜まってこれは自爆関係で米サポの周りでめっちゃ人いてやばいぞって見てたら、これは気持ちいいですか、ゆれぽ気持ちいい、気持ちいい。そうだね、そこさんマグロに就職しねえかな。あとはああね、そしたら面白いな。おもろいなそれ。それおもろいな。いや、波動砲に気持ちいい。してほしいな。死んでる？いやでもどうだ。それは楽観視。なんか適当に落乱とやばくないか。そうね。あ、いや、それはそうだと思うよ。全く分かれへんけどね。魔王くん怪しくないってなる？初手、波動砲ではないっていうのは、あの段7魔王で取り合って、ワンチャンイビルゲッサーの可能性はあるかな。じゃあ、波動砲が多分 FB さんが多分候補になっちゃって、初手キルが魔王くんが多分候補になってるみたいな盤面かな。その2人の同士が。そうね、完全に。グレーランカー。5人やから、誰に入れた？これ、魔王くん。あ、やべえ、私 FB さん。うわあ、マグロ！かわいそうに。いや、またもう、フッコンさんの勤め先次第。そうね。これ、インポスターに就職したらもう終わんじゃないか。就職どうなるかな。そうか、就職した瞬間に終わる。もうあんじゃない？だってね、陣営が。そうさすがにもう、今から。フルコンさんはどうだ？フルコンさん。あとみんなどこだ？マグロ？あ、就職する？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 就職？する？ちょっと待って、止まって、止まって、止まって。下がいい、下がいいよ。ちょっと待って。あとフルコンさんちょっと離れて。お、お、お、お。止まって。なぜなら危ないの。あれ？あ、入った。就職した。すげえ。すげえ。写真を写り込むなよ、会社の写真によ。しれっと入った。すげえ面白い。滑り込みだが勝ち組だぜ。すげえたくましいやつだな。嬉しくない。マジでおさりをするんや。美味しいところに勝ち組って言うんやな。勝ち馬になったわ。ナイスナイス。自爆仕事しすぎでしょ。あれやばいと思ったんよな、マジで。自爆強いわ、一番。ドア開けて、にぎやかな声する、行こうって思って。フルコンさんは最初、うちに就職してたのに、最後、反社になって終わったんですよ。見事かしないと思ったら、初日、めっちゃ絞られて、もう、幸せめっちゃ出た。え、マジマジ。こいつら議論してんのって。そういうゲーム、そういうゲーム。課長、すごかった、最初。ああ、なんかね。議論。いや、そうなんですけどね。なんだこいつ。もうスクルーやだ、スクルーは嫌だ。なんか脂っこいやつ。スクルーは嫌だぞ。来いよ。素じゃないやつ。おお。よしよし。何出たんすか。出たよ、ちゃんと。いや、大丈夫、大丈夫。安心していいやつ。言わんけど。俺は何も面白くない役職だ。あ、でも、引いたんだ、なんか。ああ、ああ、行こうか。
停電直して、おーし、かかってこいってんだよ。直す？やったるぜ、おい、やったるぜ。あー、やばいやばい。ふぅ、おいえっ、スパファン、なんで死んでる。割とサクッといかれたな。うん、拾い食いでもしたんかこれ。あー、拾い食いしたんかな。そうなんで、そうなんで、普段の行いも悪いし、普段の行いも悪いし、チップしてる。パンさん死んだ時すげえ立つ、クジの時あんなにみんな一生懸命考えたんだ。ほんとだよ。一応ちょっと詰める、ちょっと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 。え、パンキさん自爆なんもなく、自爆はないよね。自爆で、いや、でもそれはあんなんだよ。何もないところで起爆した可能性はあるよ。巻き込まないように宇宙で爆発する。ヒーローじゃん。ヒーローや。ヒーローの行いだ。しゃあないな。しゃあないか。しゃあないな。しゃあないって言うけど。しゃあない。しゃあない。しゃあない。全然みんな腰重いじゃん。議論しようとしない。やる気ねえのかよ。ねえ、誰と誰がペアとかさ、やっていけば何となくね、目星つくのに。まあいっか。じゃあ誰と一緒にいたの？さっきトワポンと一緒にいた。ラヒは？ラヒはね、FB。FB くん？オッケーオッケー。よし、これを打ったったるかな。よし。よし、やったるで。早く除菌して、私の心をきれいにして。早く。入って。見てみようかな。研究室、いい、ね、電気室、研究室3人いてるのか、うん、保管庫先2人だな。だそりゃない、撃たせてくれよ、せめてよ。あ、お前すげえ、あ、やっちゃった、あ、でもイビルもやっちゃったよ。何してんだよ。やったな、ライヒー、こら痛えぞ。やっちゃった、やっちまったな、やったな、やったー、あー、やられてる。え、すげー。え、誰が、アスナさん、やば、何今の、すげー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 。ちょっとマジで、スナさんのおかげで勝ちました。俺の判断に、あの、みんな、シーン直した直後に、シーン見てください、シーン。シーン、あの、蒸発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 。やばいな。え、今のうまっ。え、すごい。あの、自爆もナイス。そうやね、自爆も波動法の勝ち。自爆で取り逃したやつを波動法で救ったわ。そうだわ。そうそうそう。すげえ。最後、小島さんが、あの、上の方に波動砲があったの、上から、あ、下からシュッて近づいてジュッて溶けてった。何があったのって言って上に行ったら溶けた。電気のとこに波動砲が来ると思って、上に逃げたとこに波動砲が来た。結局ファン君は何どうしたの？私、あの、開幕10秒で FB さんに殺された。あ、そうなんだ。とりあえず軽くやったろと思って。